いよいよあさって大盆栽祭りが開催されます、はい、当日の商品をこの動画の最後にお知らせしますので最後までご視聴ください。はい、こんにちは。こんにちは、はい、暑くなりましたね。暑いです。暑くなりました、はい、今日は蜂の紹介。蜂の紹介あそこがメインなんですか。あ、いや、どっちもどっちも植え替えですかね。植え替え、はい、植え替えをしたいと思うんですけど、これね、多分土屋の方で買ってきてで、針金かけて、で浜野会長にこうちょちょちょいと直してもらって、あー、あれか、埋めた、はいはいはい、あれ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 、でも良くなりました。太りましたよ、なんかね。へー、でこれをちょっと下がね、どうなってるか分かんないんですけど植え替えようということと、ちょっと五重松の説明もちょっとしたいと思います。蜂、はい、のご紹介、はい、随分いい蜂がなんか模様がありますけど、何ですかね。いいんですか、これ見せたら。はい、いいですよ。おお、小関さんで売った盆栽級の型鉢の大宮大盆栽祭り限定色バージョン、バージョン、おお、黒い、そうですね、黒土で今回は作りました。へ、ね、すごい、あの水の通りが良さそうですね、うん、で3種類みんな入ってるんですね。はい、あ、みんな入ってるんですね、うん、はい、あります。はい、ということでこれを植え替えたいんですけど、こちらに果たして入るかどうかというということですね。ちょっと準備先本当はするべきなんですけど、はい、ちょっとどの大きさがいいのか分かんないんで、こちらの方をちょっと掃除してからちょっと考えたいと思います、はい、うん、はい、抜いてちょっとさばいてからですね、はい、ちょっとこれもう本当に団子みたいになって団子になっちゃってるんでね、見えないんで、あとこういう芽が伸びちゃってるんで、こういうのどうすんのっていう話をちょっとしたいんで、見切りのペンセット、おお、久しぶりに、久しぶりに正国さんの、そうですね、これね、はい、これを使いたいんですけど、ピンセットの先端がハサミみたいな、ハサミになってるやつですね、はい、これなければ普通のピンセットでもいいです、はい、はい、例えばここをこう伸びちゃってますね、芽が、芽切りみたいなこと、でこれ1本しかない場合はこういう途中で、こういうふうに切る、このまま伸ばしちゃうと大きさが大きくなっちゃうわけですね、はいはい、ここからで、ここからまた成長しますから、軸も伸び葉っぱも伸びなんで、はい、大きさが大きくなっちゃう、うん、でっていうのを短くしたいのでこう詰めると、でこれがね葉っぱになってきますんで、必ずこの葉っぱが残るようにして先端を詰める、これもこの軸のところで詰めちゃうとここ枯れちゃいますから、はいはい、これが葉っぱですから全部、はい、プチプチがだからこういうのでこう詰めると、ちょっと残して残して詰めると、うん、それが葉っぱとして残るわけですね。でその時もできるだけこの葉っぱを切らないように軸だけをこう切ってあげるということで詰めるんですが、うん、まあ、これこれで一つ詰めるとして、はい、元をねさっき詰めたんですが、見てほしいのはあと2つ残ってますよね、うんうん、ここに同じところから、はい、大体真ん中がね大きくなるんですけど、あ、これなんかもいい例だな、これなんかいっぱいごちゃごちゃっと芽が元気なんで、うんうん、いいのでこれはもう元から取っちゃいます。元からごと、元から下に芽が3つありますね。そうそうそう、下3つありますもんね。だから大きい一番抜いてるの、うん、だから一番元から取ると、そう、元から取るという感じで、 ですからこれもどこでもね4つあるかな、ここに、はいはい、4つね、なんでこれをまず一番大きいのを取ると、うん、はい、元から取っちゃってできるだけちっちゃいのを残した方がいいです、うん、まあ、基本的にやっぱ二股二股で作っていくから、はい、そうですね、まあ、2つは残しとく、残すってことですね。五葉松と黒松赤松の違いっていうところで、うん、五葉松はあんまりこう懐から吹きづらいんですね、芽が、あの黒松とか赤松は割と芽吹くんですけど、五葉松は吹かないので、できるだけ小さい芽、それからできるだけ懐にある芽を大事にすると、うん、いうことですね。だからこれなんかだとこれ、うん、これ大事にしてあげてこういうのを取っちゃう、はいはい、場合によってはだから一目になってもいいです、しょうがないです、これは、うん、あった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 、こっちにあった、ほら、こっちにもちっちゃいのが、あ、ちっちゃい目がね、なんかありますよね、中にあるの分かるかな、で元から取っちゃう、元から取っちゃうと、うん、はい、そんな作業をちょっとしていきたいと思います、はいはい、結構お時間かかりそう、お時間かかりそうですね、芽かきから、植え替えがメインだったのが、そうですね、芽かきが先になっちゃったんで、はい、ちょっと松は松でも赤松、黒松の芽かきとかとはちょっと種類が違う、そうそうそう、それで五葉松は芽切りをしないですから、はい、6月7月ぐらいに赤松、黒松は 芽切りって、まあ、毎年じゃないですけどやって芽数を増やすんですけど、五葉松はだからなかなか芽がこう増やすの難しいので、できるだけ小さく、あと奥の懐の芽を元気に残しておくと、そうですね、はい、まあ、一般的にはそうということですね、
はい、あともう一個ね、花が見つけたんで、これも、はい、これが花ですね、この紫色の。ああ、たまに見ますね、はい、これ。ええ、これなんかね、こういうやつね、こういうのも取っちゃいます。花が養分取っちゃうんで。はい。まあ、いずれにしてもすごく元気です、旺盛ですね。はい。はい、映るかな。これですね。そうですね。はい。まあ指でもポロポロ取れますけど。これです。はい、ですか。くしゃみ出ますよ。エクシ。振ったみたいですね。じゃあちょっと目切りをやっていきます。はい、はい、結構花ありますね。花はあるとどうなんですか。たまにめっちゃあるやつあるじゃないですか。あんまり良くないですよね。花ってあれですもんね、よく弱ってる木につくって言いますよね。あ、ちょっといいですか。はい、これ花、あ、花っぽいですね。ですね。ですか。いいんじゃないですか、取っちゃっても。取っちゃっていいんですかね。これ新藤さんのあれですよね。おお、すごい木になりましたね。あの値段じゃ買えないですよね。ねえ、もう3倍じゃ効かないですよね。3倍じゃ効かないでしょうね。ねえ、効かないかない。商品の世界だったら結構いっちゃいますよ。ちゃんと作るとねえなるってことですよね。いい感じですよね。ですよね、まあ、作ったのは簡単ですけど。さあ、じゃあちょっとまた継続します。すいません。はい、継続します。はい、はい、一応、芽の方は描きました。で、ちょっと葉っぱが多いんで、今度あのフルッパー少しちょっと整理しますね。はい、はい、ちょっと一応こんな感じで何とか見えると思うんですけど、はい、はい、ちょっとフルッパーを抜いていきます。今度これじゃなくて、引っ張れるピンセットで。フルッパーって全部フルッパーっちゃうになっちゃうのかな。ちょっと茶色くなってるやつですね。茶色くなって、おととしの、もうおととしのですかね。こういうね、元のこういう黄色っぽいようなやつはフルッパだと思うんで、はい、はい、この辺を取っていきますね。冷たい。涼しいというか冷たい。いたずらだ。でもわざわざ向こう回って水あげてくれてるんですよ。そうですよね。道を塞いでるんで。そう。邪魔だとか思ってるんでしょうね。思ってるんでしょう ね。口には出さないけど。口には出さないけど。顔には書いてあるとか。態度に出る。態度に出る。態度悪かったですか。あ、それでもう一つ、はい、いいですか。はい、針金はもうかけられないですね。五葉松は。もうこの時期4月入って、うん、かけるとこの芽が取れますから。あ、芽が固まるまでだ、6月とか過ぎてからかな。もうかけられないんで、多少ちょっと見づらいというかね、この枝こっち寄せたいとかってあって もう今は、我慢するしかないと、はい、はい、いう感じですね。今日もね、あの新潟から盆栽球見てるっていう方が来て、五葉松の小さいやつを畳み込みたいんですけどって言うから、いや今はもう無理ですよって、10月入ってからやってくださいって適期がね、適期がありますからね。10月ってことは半年ぐらいは畳めるわけですから。まあそうですね。弟子全員に水かけられてる。恨みが溜まってるんでしょうね。溜まってる。防災級セカンドも取られちゃってね。ね、取られたっていうか。結構すいてきました。少しすいてきましたかね。幹がうっすら見えるように。うっすらね、見えるようになってきましたかね。これ葉っぱ取るのもちょっと芽を気をつけて、まだこれやってないなって。で、下の方はね、やっぱり2つぐらいで、上の方は3つ4つついてましたね。芽が。だから上の方はやっぱり元気だっていうのはよくわかりますね。だいぶ見えてきたんですね、これね。はい。はい、じゃあこれで鉢から抜いてですね、どの鉢に入るか。よ、だいぶ経ってそうですもんね。経ってそうですね。そんな時は、あ、菊川さんから連絡ないですか。何ですか。紹介なんですか。いや、あれ、あれ送ってくれと。いや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 、菊川さんのいいですよっていう、はい、宣伝してくれ、ありがとうってぐらいで。宣伝してリアクション欲しいの。え、リアクション勝手に宣伝して勝手に宣伝してリアクション欲しいの。わがまま勝手ですよね。やめてくれよみたいなね、こんなこと勝手に言って。あの草がね、いっぱい生えてるんで、ちょっと根を結構落とすようになると思うな、これ。ああ、ちょっと持っちゃったかな。形いいな、これがいいですね。そうですね。ね、一番ね、入ったらね。ただ、これもすっきり。この方がちっちゃいですかね、ちょっと。ちっちゃいですね。こっちがちょっと大きい。
土の量だいぶ減るから、いや相当減ると思いますね。どうなんだろうって言ったんですね。そうですね。すごいわこれ相当。あとはこういうのでテコの原理ですね。はい、できました。問題はこの上ですね。ここがどんな風になってるか。上の方は草がいっぱいあるんでこれ取っちゃいましょう、はい、これが厄介者のスミレちゃんですね。スミレちゃんこれね、どんどん増えていく、どんどん増えていくスミレちゃん。スミレちゃんってこう付き合ったことないな。慎重に慎重にですね、放射線状にですね、中から外に向かって、はい、はい、中から外に向かって、まあ、基本的なことは何度でも言った方がいいですよね。そうです。皆さんがね、昔の動画見てるとは限らないですからね、はい、この白い根は草ですね、はい、草の根ですね、こういうやつもね。で、小白はそんな雑木みたいに全部パラパラと崩さないと。土をちょっと残すと残しますね、少しね。大野さんのはどうです？なんかあそこみんな洗うじゃないですか。みんな水洗う。バチャバチャバチャって。小白も洗いますかね。洗います。小白も洗う。じゃあいけるんですかね。うん、このサイズやんないですけどね、でも。だから、もうちょっと若い木だからとかもあるかもしれないですね。だって、いまだに不思議ですけど、うん、赤松、黒松とかって最初、挿し木作るじゃないですか。そこにもちょうどね、あるんですけど。どこだ？これ僕を挿し木したやつ、赤松の苗ある、なんか1本入ってるじゃないですか。これ挿し木なんですね。はいはい、つくじゃないですか。だから若い木は元気があるのかもしれないですね。欅とかもね、未生で挿し木しますもんね。そうですね。じゃあ小白でも若い木ならいけると。やってる人いますよね、黒松とか、赤黒松、まあチャレンジしてね、成功率何パーセントとかやってる人いますね。土が、ちょっとね、この黒いのが嫌だなと思ったんですけど、でもそこまで、ドブの匂いしないですね。根腐れは、根腐れしてないですね。はい、全部でかい地中か石が出てきましたね。うわ、すごいのでいっぱい出てきました。ゴロ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 、あれだけ深い鉢でしたからね。ちょっとこれ一回切っちゃいましょう。で、こういうところは石も一緒に切っちゃう可能性があるんで、まあ、やって鉢というか鉢じゃなくて、ハサミね。いい間違いが多い。長いやつを切っていく感じですね。そうですね。おお、いろいろ出てきそうな。ちっちゃいの入んなそうだな。無理そうですね。まあ一応ちっちゃいのは無理そうなんで、はい、それをセッティングしますか。一番大きいやつ。一応これで準備を開始しましょう。はい。うちの準備をしている間に、はい、これの13年。コンクリバージョンというか、コンクリじゃないんですけど、うん、三ヶ月土のやつは今までね、売ってたやつなんで、これはそれ、ね、多分まだちょっとあるかも、うん、ちょっとだけ売ってるかもです。これはお祭り限定なんで、小吉さんの期限次第であると思います、うん、限定ということは、売れ残ったらまた来年まで売らない。いや、売れ残ったらその辺で売れない。そこまで言わないですよね。そうです。すごいですね。有機小石と盆栽球が両入ってます、ね、ダブルネームです。ダブルネーム、どっちがいいだろうか、はっきりしてる方がいいですかね。はっきりしてる方がいいですね。はい、なんか針金切りもどっか行っちゃって、でっかいの使ってますけど、さっき使ってたじゃないですか。さっき使ってましたよね。あ、ここにありますよね。そうだ、いやいや、自分で思い出した。思い出すから育てて気づかないですか。育てて気づかない。全然、これはあれだな、上下が結構厳しいんで。そうですね、もうちょっと崩さないと入んなそうな。そうですね、上下を結構さばくようですね、はい、これも祭りで売る。いやいや、売らないと思いますね。これ売らないやつですか、うん、これなかなかないんですよ、五葉松のこういう小さい模様木って。まあこの際じゃないか。いや、県外が多いじゃないですか、五葉って。そうですね。ね、さっき僕がほら見せたやつも、うん、あれじゃないですか。どうしよう。模様木じゃないですか、ほら。ああ、そうですか。あ、これはだからあれですよね。次なんで。はいはいはい。丸中さんとこの。そうです。丸中のさんの師匠。師匠はね。次だから、まあ、うん、こういう感じだけど、確かに、あんま小さいの五葉松の。ないですよね、うん。ちょっと大きくなるとね。ねえ、あ、そうですね。よく売ってるじゃないですか、夏の方で。この太さでこんだけね、ギュッと曲がってるのは。
うん、これラッキーだったんですね。まあ、お祭りが近づいたら、ひるまさんの出店物紹介の、そこら辺の畳み込みがね、畳み込みがいっぱい。一時ずっと畳み込んでましたもんね。ねえ、こりゃ大変だぞ。結構ですか？結構入れんのが。急にちっちゃくしすぎですかね。ねえ、ちょっと御用松大丈夫かな、これ。あれですよ。まだ、なんとなく入りましたね。いやこれは良くなっちゃった、これ良くなっちゃった。まあ、黒だから合わないってことはないですよね。そうそう、いいと思いますね。ね、花物見物も合うと思うんですよ、こういうの。ああ、意外とね。そうそう、テイバチの、なるほど。桜とか、はいはいはい、なんかピラカンとか、ピラカンとか、わかんない。それでは入ることを確認できたんで、はい、これですね。中です。赤玉と飛龍と炭ですね。スペシャルブレンド。スペシャルブレンド。昼間スペシャル。昼間スペシャルで、この辺に山にして、パラ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 っと。で、これをこう巻き込んでですね、内側に。はい。はい、できるだけ、まあ、だいぶね、切りましたけど、できるだけ切らないように。で、中心より、こっち左流れなんで、はい、中心よりも左側に寄せ、違った、中心よりも右側に。なんか事故ってました。事故ってました。大体6対4ぐらいの位置ですか。そうですね、ちょっとですよね。6対4とかね、 5.5 対 4.5 とかね。黄金比なんですね。黄金比っていうね、相当高上になっちゃった。それで、根を入れて、はい、ちっちゃい、だいぶちっちゃいですね。寄せる、なんか良さげですよね。良さげ。あれ、ん、マークが濃い方前にする。どっちがいいだろうか。はっきりしてる方がいいですかね。はっきりしてる方がいいですね。はい。あれあれあれ逆だ、ちょっと、まあこういうこともありますよね。入りましたね。入りましたね。どんどん、まあ、大体あとは土を入れ込んでいくだけなんで。苔は乗せたりしますか。苔はちょっとだけ乗せますか。うん、ちょっとあの針金が映えそうな気がする。ね、針金が見えちゃってるんで。よし、じゃあこれでさーっと、はい、で水やりをしてから苔を張ると。はい、立派ですね。よくなりましたね。飾れちゃう、飾れちゃう。濡れると鉢濃くなりますね。濃くなりますね。でも、いや、これ通気性がいいと思いますよ、すごく。培養にいいんじゃないですか。培養にいいのかなという気がしますけど、高級感がありますね。高級感、確かに高級感があって、ホテルとかに飾るならこれ、おお、いいじゃないですか。もう締まりませんかね。油になった時にどうかですね。ああ、確かに、あれが細かいから、あの目が粗いから、うん、幹に近いところに割と毛足の短い白っぽいやつを塗っていこうかな。あ、っていうかそんなに余裕がない隙間ちょっとしかない隙間がないですね。近いところも長いところもないか、何もないんですね。これちょっと映えますね。これは映えますね。上がね、枝がちゃんとできた時、ていうか葉が揃った時かな。そうですね、だいぶすごくなりそう。あの最初の状態じゃね、何もわかんないですもんね、あのドバチじゃね。だからお祭りでああいう動物とかのね、ものを買って開封じゃないけど、そうですね、実際やってみてっていうね、そういう楽しみがありますよね。そう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 、植え替えてみると意外と良かった悪かったありますもんね。ありますね。鉢いくら、2万円でしたっけこれ。鉢はね、2万円だと思うじゃないですか。なんとね、多分3500円なんです。本当、2万円だと思ったものが、3500円で、それは安い、買えちゃうという有機小石さんのブースで売っております。場所は、そうなんですか、はい、場所は盆栽神社の向かいぐらい、そうですね、らへんにあります、はい、屋台とかあるところですね。そうですね。
ビビオイルで。ビビオイルで。北前まま塗っちゃってるから。うん。カスがいっぱい。カスがいっぱい塗っちゃって。球がぼやけちゃってるし、うん、これ結構吸い込むから、この濡れた時の状態がいい人はオイル塗っとくと、はい、あ、そうですね、染み込んで、うん、濃くなるんで、うん、色が濃くなってなんかしっとり感が、うん、なんかこっちの方がいいかもしれないですね。ね、色的にね、濃くでなんか盛り上がってますね。はい、なんか動き回ってない、うん、わざわざしてます、うん、はい、ということで、はい、ということで植え替えは終わりました。 お疲れ様です。お疲れ様です。非常に今後培養は根はさばきましたけど、培養にいい鉢なんで、うん、飾り映えもするし、2万円がなんと2500円、3500円、高くなっちゃう。盆栽祭り限定で売ってるということなので、はい、はい、こんな見栄えになりました。これどうですか。いや、いいと思うんですよ。これシックですよね。シック、すごいすごい、うん、で、御用の方も思わぬ粘りが、うん、バーッと出てきて、本当はもうちょっと寄せたかったんですけど ね、うん、こんな感じで、あの最初の素材がこうなるってことは、うん、この鉢でこうなるったってことですね。この鉢のおかげで、鉢のおかげで、あららららら、すみません。いや、昨日やっぱり いや、鉢のおかげですよ。目が良かったんですよ、入間さんの。いやいや、鉢が良かったんだということで、ということでこんなことができました、はい、ということです。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ぜひ3月じゃない、5月3日はい、3月ですね。はい、お待ちしております。お待ちしております、ありがとうございます。今回の祭りだとちょっと上級者向けというか、上級者じゃないですね、初心者から上級者にっていうような木を揃えてみました。この辺がもう全部そうなんですけど、真柏の素材ですね、この辺とか。曲が素晴らしい、はい、これなんか一手間加えるだけでいい気になってくれたんですけど、こういう木をいっぱい揃えてみましたんで、値段は、まあ、結構上下あって、うん、いい木と、本当に素材っぽいやつもありますので、ぜひ選んでみてほしいなという。これなんかシャリまだ入ってませんから、で枝もいっぱいあって、これからできるような木ですよね。こういうのも動きがあって面白いと思うので、値段はこれは1万とか1万円あとか、いいシャリが入ってるのはもうちょっと下りとか、それぞれいろいろありますんで、探してみてはいかがですかねっていう感じですね。であとは、まあ、この辺は全然なんだいつもの寄せ植えなんですけど、ちょっと面白いなっていう、これ、はい、金華山がまず、金華山がまず、はい、これちょっと今から高木さんと一緒にちっちゃい鉢に植えると思うんですけど、はい、全部曲が面白くてちっちゃい鉢にそのまま入るんで、これは網伏せとかなのかな、どうなんですかね、この辺は、うん、針金の跡ないですもんね。ない、なさそう。まあでも作り方がうまいですよね、これね。これもまた動画にします、はい、で、作り方とかやりますので、買っていただいた方はその動画参考にしていただければ楽しめるよっていう感じにしたいと思います、はい、で心拍の方も、作り方に関しては後日動画が上がると思いますので、ぜひ、お買い求めいただいて楽しんでいただければなというふうに思います、はい、あれは生徒の商品は、生徒の商品まだです、まだ届いてない、まだ届いてない。今日何日だっけ、4月の 26? なんで明日全部あの施工とかやるんですけど、はいはい、あのだいぶみんなノリノリなので、うん、いっぱい入ると思いますから楽しみにしていただければと、はい、生徒の商品は当日とか前日とかが、うん、あげますので、はい、なんか天候も雨予報だったのが急に晴れ予報に変わったので、運が味方してくれていると思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください、はいはい、よろしくお願いします。